私がシングルマザーとして生きづらさを抱えてきたこの思いも、小さな頃に誰も助けてくれなかったその社会も、今こそ私が政治の力で変えたい、その思いだったんです。今でも悲しいニュースが後を絶えません。もう待ったはできません。私が命を守りたいんです。本当の安心とは、安全保障関連法にもつながります。一人の福祉、一人の平和、それは全ての平和につながります。一人を見捨てる政治は1億人を豊かにはできません。本当に全ての国民が、市民が安心できる社会の仕組みを池田真紀が作ってまいります。皆様、どうか今回の僕の補選は、巨大予想に対して一つの政党が立ち向かうのではありません。平和というもとに多くの野党が結集しました。そして今まで政党に属さなかった市民、あるいは社会や政党、政治からも見捨てられていた、声の上げられない市民が声を上げています。今こそ皆さんの一人一人の本当の願う社会、思いを池田真紀へぶつけてください。あと一歩、あと一回り、皆さんの力が池田真紀を、そして日本の社会を、この選挙、皆さんの手に、市民の手に取り戻すことができる、そう確信を申し上げながら、この場から池田真紀のお訴えを終わらさせていただきます。